僕のイズムは、僕のイズムはこの中途半端な田中真紀子、モノマネです。よし。あのー、あのですね、あ、これ似てねえな。これね、電波とするとより似てないんだよね。だからモノマネ芸人さんすげえなと思いますね。まあ、あの、まあその、そう、これお父さんだと思って。まあその、真紀子ちゃん。 <laughs> なんか超引退したドラえもんみたいだよね。はい、まあ、そんな感じ <laughs> いいんだよ。タクミズムはね、僕解放してくって決めたから。